やばすぎる行為で炎上した大食い YouTuber4000 をゆっくり解説。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、ちょっとこれ見てくれない？どうしたんだ、霊夢。で、この大量のポテトやハンバーガーはなんだよ？実は、今から大食いにチャレンジしようと思っているの。いやいや、ざっと見ても10人分くらいあるが大丈夫か？でも大食い動画を上げている YouTuber の人はこれぐらいの量をペロリと食べていたわよ。だからって簡単に真似するのは危険だと思うぞ。私だって、大食い YouTuber デビューしてチヤホヤされたいんだもん。そんなにうまくいくとは限らないぜ。有名になった大食い YouTuber の中には炎上してる人もいるんだぞ。え、どんなことをして炎上しちゃったの？じゃあ今回の動画では、炎上した大食い YouTuber4000 っていうのを詳しく解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは iPhone の毎日というチャンネルで活動している大食い YouTuber iPhone さんだ。iPhone って可愛い名前だから女性かと思ったわ。いや、れっきとした男性だぜ。しかも彼は体重が100キロもあり大柄なんだ。へえ、それだけ体が大きいとたくさん食べれそうね。ああ、好物である唐揚げを2キロ用意し、食べきる動画も投稿しているからな。ええ2キロって結構な量よ。そうだな、一人で食べきれる量じゃないことは間違いないぜ。やっぱり大食いの人って普通の人より胃袋が強靭なのね。胃袋は強いかもしれないが、彼は食べた分をしっかり脂肪として身につけているぜ。確かに。ちなみに、初期の iPhone さんは今よりも痩せていたんだ。たくさん食べるうちに体が大きくなっちゃったのね。本人も自覚しているのか、大食い動画だけでなくダイエット動画にも挑戦しているんだ。しかし、何度挑戦しても途中で挫折しているみたいだぜ。そっか。ダイエットって食事制限したり運動したり辛いことが多いもんね。継続するには、それなりの根性がいるからな。それに iPhone さんは、バイトもしていたみたいだが基本的に長続きしないみたいだ。もともと何かを続けることが苦手な人なのかも。大食い YouTuber の活動以外はあまり続かないのかもな。そんな iPhone さんだがある騒動がきっかけで炎上してしまう。一体どんなことが起こったの？ iPhone さんは、女性視聴者に動画の企画として料理を作ってほしいと頼んだんだ。この女性は快諾し、iPhone さんを自宅に招いてて料理を振る舞ったんだぜ。わぁ、手料理を作ってもらえるなんて羨ましい。しかも食事を終えた後 iPhone さんは女性の自宅に泊まったんだ。お泊まりまで？手料理を作ってくれるだけじゃなく、泊まることも許可してくれるなんてすごいよな。至れり尽くせりだわ。女性はうつ病を抱えていたので、iPhone さんを止めた日も睡眠薬を飲んで就寝した。しかし女性は、夜中に目を覚ましてしまうんだ。え？どうして起きちゃったのかしら？実は、iPhone さんが眠っていた女性に性的暴行をしていたんだぜ。寝ている女性にそんなことしていたの？このことを女性に暴露された iPhone さんは、長期休暇として YouTube の更新を停止したんだ。なんてこと。だが、この騒動には続きがあるんだぜ。当初 iPhone さんは、女性の同意なく性行為をしたと認めていた。ほうほう。けれど、その後 iPhone さんは女性が起きていると思ったと主張している。そして女性との性行為も2回行っているので、同意の上だったと語っているんだ。それって本当に同意してたのかしら？女性側は睡眠薬を飲んでいたし、意識が混沌として正常な判断ができなかった可能性もあるからな。だが女性はこの襲われた後に、iPhone さんからアフターピルの代金2万円を騙し取っているんだ。病院には行かなかったってこと？ああ、そうらしいぜ。代金は女性のポケットマネーになったみたいだ。マジか。しかもこの女性は、初対面の iPhone さんに対して同じベッドで寝ることを許していた。こういった行動は、軽率だったんじゃないかと考える人もいるんだ。そうだとしても、襲ってもいい理由にはならないわ。ああ、確かに霊夢の言う通りだぜ。自分の欲に負けて相手を傷つけるようなことは、もう二度としないでほしいな。次に紹介するのは、かすみ ASMR というチャンネルで活動していた女性大食い YouTuber だ。霊夢は ASMR って何のことか知っているか？よくわからないわ、一体どういう意味があるの？ASMR とは、人間の聴覚や視覚を刺激して心地よい気持ちにさせるものだぜ。へえ、そんなものがあるのね。かすみ ASMR チャンネルでは、大量の食べ物を咀嚼する音を録音している。
それを ASMR の大食い動画として投稿しているんだ。咀嚼している音が心地いい音に聞こえるなんて不思議だわ。意外かもしれないが、ASMR が癖になる視聴者って結構多いんだぜ。しかも彼女の動画はテンポも良く、次々に食べ物を平らげていく姿は爽快感すら覚えるぞ。ほう、そんなに気持ちよく食べる動画なら私も見たい。だがな霊夢、実は、彼女はあることを隠していたんだ。え？あることって何なの？その秘密は、チーズトンカツを食べる動画で明らかになったんだ。この動画の中で彼女は大きなチーズトンカツを食べていたんだが、途中で吐き出す姿が映し出されたんだぜ。嘘でしょ。信じられない光景だよな。どうやら彼女は、編集前の動画を間違ってアップロードしてしまったんだ。そんな衝撃的な映像を見たら、視聴者の人たちは驚いたんじゃないの？ああ、大騒ぎになって炎上したんだぜ。この騒ぎに気づいた後は、すぐさまチーズトンカツ動画を削除したんだ。今さら消しても遅いと思うんだけど。もう視聴者には見られてしまっているからな。動画のコメント欄には苦情が多く書き込まれていたんだが、今はコメント機能をオフにしているんだぜ。これ以上、騒ぎが大きくなったらやばいと思ったんでしょうね。それにしても、一度食べたものを吐くなんてもったいないわよ。気分が悪くなった場合は仕方ないかもしれないが、彼女の場合は大食い目的だからな。その食べ物を一生懸命作っている人たちに失礼だと思うわ。どうして彼女は、そんなことをしてしまったの？これは予想なんだが、大食い YouTuber として有名になったのが原因かもしれない。必死になって大食い動画を撮ることで、歯止めが効かなくなったんだと思うぜ。自分の限界がわからなくなっちゃったのね。大食い動画をアップロードすれば、再生回数を稼げるし、視聴者からコメントももらえる。なるほど。しかし、食べ物を吐く癖をつけてしまうのは非常に危険なんだぜ。なぜ危険なの？吐くことを繰り返してしまうと、体は食べ物から栄養を取り込むことができなくなる。それに、後で吐けばいいと思って暴飲暴食してしまう恐れがあるんだぜ。吐いちゃうくらい無理して大食い動画を撮るのはやめた方がいいわね。ああ、食べ物も無駄になってしまうしいいことがないんだぜ。実は、他にも大食い動画で実際は食べていないのに完食したふりをしているんじゃないか、と疑われた YouTuber がいるんだ。え？誰誰？韓国の大食い YouTuber、ムンボキさんだ。彼女は容姿に恵まれており、美人としても有名だったんだぜ。わあ、アイドルみたいな可愛い見た目をしているわ。愛らしい見た目に反して大食いというギャップから人気が非常に高かったんだ。体型もスラッとしていて綺麗だもんね。けど、どうして彼女はモデルとかじゃなくて大食い YouTuber になろうと思ったのかしら？彼女は普段から、一人で食事する様子を撮影していたんだ。それを友達に送っていたら、YouTube に投稿してみては？と言われたらしい。へぇ？そんなムンボキさんだが、あることが原因で炎上してしまうんだぜ。なんで炎上しちゃったの？実は、ムンボキさんが投稿している動画の中に不自然な点があった。ふむふむ。大食い動画では、視聴者を飽きさせない工夫が大事なんだ。例えば、単調なシーンなどは編集でカットすることが多い。動画を最後まで見てもらうには、しっかり編集することも必要なのね。しかし彼女の動画では、編集によって食べ物が突然画面から消えたりしていたんだぜ。食べるシーンもなく急に消えていたの？ああ、そうだ。シーンが切り替わった瞬間、料理の量が減っていたなんてこともあったんだ。それはちょっと怪しいわね。もしかしたら自分で食べるのが嫌で編集したのかもって思っちゃう。本当に食べたのかわからないから疑ってしまうよな。食べたふりをしているのではないかという疑惑で、ムンボキさんは炎上してしまうんだぜ。実際はどうだったの？この疑惑に対して、彼女は大食いのノーカット動画を投稿した。そして食べたふりはしていないと完全に否定したんだ。じゃあ、これで彼女の疑惑はなくなったのね。ああ、しかしムンボキさんは他にもステマ疑惑で炎上しているんだぜ。ステマって何？ステマとは、商品の広告だとわからないようにして視聴者に宣伝する手法だ。つまり、ステマって視聴者を騙して売るってこと？その通りだ。ムンボキさんはこの疑惑について認めており、謝罪しているんだぜ。なるほどね。ちなみに、ステマがあった動画は複数削除しているみたいだ。そんな動画を残していたら、また炎上するかもしれないわ。決して正解だと思う。ああ、私も霊夢の意見に賛成だぜ。人気 YouTuber になると、知名度が上がるので商品を宣伝してくれと言われることが増えるんだ。
中にはステマをお願いしてくる会社もあるので、そういう仕事は受けないようにすることが大事だぜ。うんうん、危ない仕事を引き受けちゃったら、困るのは自分だもんね。最後に紹介するのはドラコが食べしなにというチャンネルで活動している、大食い YouTuber のドラコさんだ。キャー、細身のイケメンじゃない。ああ、スマートだから大食い YouTuber には見えないよな。しかし彼は YouTuber の傍ら、フードファイターとしてテレビ出演もしているんだぜ。ほう、フードファイターって肩書きかっこいい。大食い王決定戦など、フードファイターが活躍している番組は今でも人気だ。私もたまに見るけど、白熱した戦いで見ているとワクワクしてくるのよねー。参加している人たちは、みんな必死だからな。スポーツ観戦に近いものを感じるぜ。うんうん。ちなみにドラコさんは自身の YouTube チャンネルで、他の大食い YouTuber と対決する企画もやっているんだ。へえ、なんだか楽しそうな企画ねー。ラスカルさんという大食い YouTuber とは仲が良く、コラボなども頻繁にしていた。同じ大食い仲間と仲がいいなんて微笑ましいわね。しかし、この二人はある動画がきっかけで炎上してしまうんだぜ。ええ？問題になった動画では、二人が食べ物を使って遊んでいる様子が映っていたんだ。なんでそんなことしたの？調子に乗って、悪ふざけをしてしまったんだろうな。この動画を見た視聴者からはかなりの批判が集まったんだ。そりゃそうよ。食べ物で遊んじゃいけませんって親から教わらなかったのかしら。やれやれだよな。二人は謝罪動画を投稿したんだが、あまり真面目な様子ではなかったんだ。ちゃんと真面目に謝罪しなさいよー。反省していないんじゃないかという意見が多数出て、さらに炎上してしまったんだぜ。悪化してるやんけー。いい大人なのにちゃんと謝罪もできないなんて呆れちゃうわ。そこまで深刻なことだと思っていなかったのかもな。たくさん食べるだけじゃなく、食べ物に対する感謝も忘れないでほしいぜ。うんうん。さて、霊夢。今回の動画では炎上した大食い YouTuber について紹介したが、どうだった？なんだか大食いって色々闇の部分があるのね。ただ美味しいものを食べているだけかと思ってたわ。大食い動画を継続的に投稿するのは大変だと思うぜ。それに通常より多くの量を食べることで、体への負担もかかるからな。残念だけど、大食い YouTuber になる夢は諦めるわ。もっと他のことで有名になるわよー。霊夢が有名になったらサインくらいはもらいに行ってやるぜ。闇が深すぎる。消えた大食い YouTuber 参戦をゆっくり解説。重大な発表がございます。この度、私こと霊夢は大食いに挑戦しようと思っています。突然のカミングアウトだな。意外に大食い番組って多いし、大食い YouTuber が取り上げられていたりするじゃない？それに、大食いって YouTube で数字取れるらしいのよ。あんまり無理するなよ。大丈夫よ、私の胃袋は宇宙だもの。毎回顔しか映ってないんだが。うるさいわね。でも、気をつけた方がいいぜ。なんでよ。人気は出たが病気になったり突然消えた YouTuber もいるんだぜ。急に怖いこと言い出すじゃない。大食いに挑戦しようとしているなら知っておいた方がいいと思ってな。話を聞いて損はないものね。じゃあ、今回は消えた大食い YouTuber 参戦を紹介していくぜ。よろしくお願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは七尾のもぐもぐタイムというチャンネルを運営している、七尾さんについてだぜ。有名な大食い YouTuber なの？チャンネル登録者数は10万人を超え。サブチャンネルでも1万人の登録者がいる人だぜ。すごいわね。確か、チャンネル登録者10万人の割合って全体の 0.4% くらいだったわよね。お、意外に詳しいんだな。もちろんよ、私だってこのチャンネルで頑張っているもの、それくらいは知ってるわよ。YouTube の人気度を示す銀の盾をもらえる登録者数がいることから、有名な人だと言っていいと思うぜ。それなら、有名人になれた秘訣とか知りたいわ。まずは、見た目だ。綺麗な顔にとても大食いできそうにない華奢な体で、何合ものお米を食べるんだぞ。そのギャップとインパクトは有名になるのに十分だったと考えるぜ。確かに、どういう体の作りになってるのかしら。あとは、元気で楽しく美味しそうに食べる姿が視聴者に伝わって人気が出たんだ。その証拠に動画のコメント欄には美味しそうに食べる姿を褒める投稿がたくさんあるんだぜ。視聴者は料理のように驚くよりも美味しそうに食べる姿の方が印象的なのね。素敵な大食い YouTuber さんじゃない。
しかし、七尾さんは2020年4月から動画投稿を始めるが、2021年3月31日から動画投稿が一切されなくなってしまったんだ。一体何があったの？それが、情報が一切なく何があったかわからないんだぜ。ツイッターとかインスタグラムとかはやってなかったの？七尾さんは両方のアカウントを作成していて、2021年3月31日に動画を投稿した同日に、地元に帰省するツイートをしてからしばらくは、動画を見た視聴者のツイートにいいねをしていることが確認されているんだ。なんだ、じゃあ、長期的に実家で休んでるんじゃない？そう思うか？動画はもう1年もの間、投稿がなく、ツイッターアカウントもなくなっているんだぜ。帰省中に何かあったのかしら？私生活が伺えるようなツイートがなく、それもわからないんだぜ。ファンから七尾さんを心配するツイートが出始め、動画投稿だけじゃなく、ツイッターやインスタグラムの投稿も止まってることがわかったんだ。謎が深まるばかりね。過食で吐き戻したり病気になっただの信憑性のない噂がたくさんあった七尾さん。だから、ストレスではないかと言われているんだぜ。でもそれも予想なのよね。そうだな、結局は何もわかっていないんだ。だんだん心配になってくるわ。七尾さんは見た目と綺麗な食べ方が好評で、チャンネル登録者数も増えていた人気 YouTuber だけに、復活してほしいなどの声も多いんだ。そんなコメントが寄せられるってことは本当に愛されている YouTuber だったのね。次に紹介するのは牛乳ちゃんだぜ。全然知らないんだけど。YouTuber としてヒットしたわけではないから知らないのも無理ないぜ。牛乳ちゃんは2019年5月から動画投稿を始め、2019年10月にはチャンネルを削除しているんだが、その間の10本の動画だけで、チャンネル登録者数は1万3000人だったみたいだぜ。そんな短期間で投稿をやめちゃったのに、なんで YouTuber として活動しようと思ったのかしら。YouTube を始めたきっかけはシンプルに儲かるからだそうだ。友達に YouTube で注目を浴びた人がいて自分もやってみようと思ったそうだぜ。そんなに甘くないわよ。しかし、2019年5月に動画投稿を始めて、同年10月には新世代の大食い YouTuber として、テレビに出演してるんだぜ。それはすごいわね。新世代の大食いってどういうことなの？大食いといえば、制限時間内の完食に挑戦するのが普通だが、牛乳ちゃんの場合は寿司100貫の大食い企画を5時間かけて完食したんだ。しかも、そのうちの2時間は休憩時間だったようだぜ。鉄板ルールもお構いなしってところが新世代と言われているのね。細身の女性が100貫完食したのはすごいと思うぜ。確かにそうね。そして、テレビ出演し始めたと思ったら、マネージャーに芸能界の仕事を辞めたいと LINE で、連絡があったきり住んでいた部屋も引き払い姿を消してしまったんだ。さらに自分のチャンネルと SNS も削除するといった徹底ぶりだ。急にどうしたの？どうやら、量が食べきれなくて動画を上げられなくなったことと、いろいろな事情が積み重なり病んでしまったそうだぜ。いろいろな事情って何があったの？牛乳ちゃんは容姿にコンプレックスを感じていたんだ。こんなに可愛いのに？動画投稿を始めた時は身長159センチで体重は30キロしかなかったんだぜ。しかし、大食いを始めてから体重が50キロ台まで増えて体重増加のストレスと、太った状態で人前に出るのが怖くなり精神的に病んでしまったんだ。20キロも体重が増えてしまったら元の容姿を維持するのは難しいものね。美容整形までしていたくらいだから、ストレスは計り知れないと思うぜ。そうよね、それに食べきれなくなったってどういうこと？さっきまで寿司100貫完食したって言ってたじゃない。それが、もともと大食い体質ではなかったんだ。動画を見てたファンはそれを知ってたの？いや、YouTube 上は食べても太らない体質と説明していたぜ。だが、Twitter で過食と吐き戻しを繰り返していると明かしているんだ。姿を消してしまうには十分な理由ね。事務所のマネージャーすら連絡が取れなくなった牛乳ちゃんだが、2021年2月に再びテレビに登場するんだ。大食い復活？それはないぜ。テレビに出たのは今まで何をしてたのかを説明するためなんだぜ。確かに気になるわね。YouTube を辞めた牛乳ちゃんはネットの誹謗中傷から逃げたい気持ちから、山の中で暮らしていたそうだ。精神回復には森林浴が一番よね。それもあるだろうが、容姿にコンプレックスを感じていたんだぜ。人に見られたくない、ネットを遠ざけるなら県外のところ、となったら山の中だろう。YouTube 辞めた時といい、徹底ぶりがすごいのよね。でも、生活資金はどうしていたの？
お父さんを相手に P 活の仕事をしながら、P 活アドバイザーとして、トッポギちゃんというツイッターアカウントで活動していたんだ。ネットを遠ざけてたんじゃないの？多分、傷が癒えてからの活動だと思うぜ。アドバイザーって何するの？お父さん相手に活動している女の子向けの文章コンテンツを有料で配信する感じだ。それで稼いでいけるのかしら？リュウニュウちゃん自身が誕生日にパパからベンツをプレゼントされている写真がツイッターに投稿されていたぜ。誕生日に高級車とは、アドバイザー恐るべし。さらに、週刊誌から P 活について取材されたりもしているから、お金に困らないくらい稼いでいたぜ。リュウニュウちゃんってたくましいわね。ちなみに、月収平均は450万円だそうだ。予想外の数字にびっくりしてるわ。絶対 YouTube より稼げてるわよね。リュウニュウちゃんの動画の収入はほぼ0円だぜ。そっか、人気も出始めた頃だったし少しもったいない気もするわね。もともと食べれなかったからやめてよかったと思うぜ。そうね、今もアドバイザーとして活動しているの？現在は創作活動や漫画家を目指して漫画を描く日々だそうだ。多才というか YouTuber に P 活にと興味を示すのね。ちなみに、漫画は独学で学びクオリティは高いんだぜ。その才能を少し分けてもらいたいわ。毎日コツコツ努力するんだぜ。言い返す言葉がございません。次に紹介するのは韓国で大食い YouTuber にして、大人気のモッパン YouTuber ドロシーだぜ。とても綺麗な人ね。ドロシーの紹介をする前に一つ伝えておかないといけないことがあるんだ。彼女はしばらく動画投稿をしておらず、界隈では消えていたと囁かれていたんだが、なんと2023年1月6日に久々に YouTube に戻ってきたんだぜ。かなりタイムリーじゃない。そうなんだ、この動画を準備している間に投稿を再び始めた。だから今回のテーマである消えた大食い YouTuber にはならなかったんだが、これまでの経緯ということで振り返っていくことにするぜ。わかったわ。せっかく解説をまとめてくれたんだし、ぜひ聞かせてちょうだい。彼女は YouTube を始める前は韓国の三大芸能事務所と言われる、SM エンターテイメントの練習生だったんだぜ。そんな大手に所属していたのね、綺麗なのも頷けるわ。ところで、モッパン YouTuber って何？モッパンとは韓国語で食べるという意味を持ったモンヌンと、放送という意味のバンソンを合わせてできた造語で、食べ物を食べる放送のことを指すんだぜ。木版と訳されることもあり、大食い YouTuber のジャンルの一つにもなっているんだ。つまり、食べているところを生放送しているのよね？その通りだ。しかも、大食いなのよね？もちろんだぜ。彼女の顔より一回りも二回りも大きいお皿に入った食べ物を完食しているぜ。そんなモッパン YouTuber がなぜ消えちゃったの？原因は健康状態の悪化だぜ。食べすぎで？それもあるが、彼女はとんでもない量の辛い料理を食べることでも有名だったんだ。その証拠に彼女が YouTube に投稿する動画は真っ赤に染まった辛そうな料理ばかりなんだぜ。うわぁ、見ただけで辛すぎて食べられなさそう。でも、辛いものってダイエットに使われたり健康にいいって聞くけど？適度な量なら新陳代謝が上がり冷え性改善や脂肪分解が期待されるが、ドロシーの場合は有吉ゼミの激辛企画で紹介されるほどの、激辛ソースをふんだんに入れた料理を大量に食べるんだ。それは体調を崩してもおかしくないわね。そんな辛いものを摂取し続けた結果入院したり、点滴をしている写真が、インスタグラムにたびたび投稿されていたんだぜ。最終的にはひどい貧血や高血圧になってしまったんだ。一時期は血圧が300を超えて緊急搬送されたこともあるらしいんだ。かなりヤバいじゃない。それだけじゃなく、味の濃いものを好んで食べていたことも体調悪化の原因と考えられるぜ。味の濃いものって塩分がたくさん入っているイメージだし体調も悪くなるわよ。それにドロシーは身長が小さくスタイルも良かったから、体にかなりの負担がかかっていたと思われるんだ。激辛は胃が荒れたり、お腹を下すっていうし心配ね。そんな彼女は健康悪化が理由で2022年9月から動画投稿をしていなかったんだ。それくらいの期間が空いたら心配になるわよね。YouTube を始めた後に結婚していて、子供を授かりたいとも思っていたようだから、こんな健康状態では戻ってくる可能性は低いと思われていたんだぜ。今回しばらくぶりに動画が投稿されて、ファンは喜んだでしょうね。もちろんだ。久々の投稿でコメント欄も世界各国からのお帰りメッセージで賑わっていた。ASMR モッパンと呼ばれていたくらいだからな。また、新しい単語が。
ASMR とは、オートノマスセンサリーメリディアンレスポンスの略で人の聴覚や視覚を刺激したりゾクゾクするような、心地よくなる音を収録した動画のことを指すんだぜ。咀嚼音だけを録音している動画が人気って聞いたことがあるわ。ドロシーには食べてる音を聞いてるだけで幸せと感じるファンも多いんだ。大人気 YouTuber として今後も活躍し続けてほしいわね。YouTube 以外では Instagram も更新していて、2023年1月時点でフォロワー50万人と大人気。やっぱり美人はインスタでも映えるわね。今回は消えた大食い YouTuber 参戦を紹介したがどうだった？大食い YouTuber って実はかなり大変なんだなって感じたわ。申し訳ないんだけど、いっぱい食べればいいのよくらいに考えてたから。それは大食い YouTuber への冒涜だな。ごめんなさい。みんなどうすればファンが喜ぶか再生回数が上がるか考えながら頑張っているんだぜ。そうよね、私たちだってそうだもんね。そうなると、最初の急に動画投稿しなくなった七尾さんが気になるわね。本当に何があったのかしら。そうだな、前触れもなく音信不通になったからなんか怖いんだぜ。そういえば、話を聞いて霊夢が大食い YouTuber になる企画はやるのか？いやー、話を聞いてちょっと考え直してみようかなと思ってるわ。やらないのか？体重増えたり、精神的に病んだりもするみたいだし。そこは霊夢と縁がなさそうに思えるが？本当、マリサってそういうところあるわよね。大食い韓国 YouTuber が食べ物吐き出しバレて炎上、大食い業界の闇をゆっくり解説。大食い動画って食べっぷりが気持ちよくてつい見ちゃうのよね。咀嚼音の ASMR を兼ねていることも多いしな。人気のある動画ジャンルであることは間違いないんだぜ。でも、こんなに細いのにそんなに入るの？っていう大食い YouTuber も多いわよね。果たしてみんなちゃんと全部食べてるのか怪しいがな。どういうこと？動画である以上いくらでも編集ができるわけで、本当に食べているのか疑惑になっている YouTuber も少なくない。そんな、そういう疑惑の他にも、その人気にあやかったステマ疑惑なんかで炎上だったり大食い動画にはいろいろ悩みがあるんだぜ。今日はそれを見ていこう。もう素直な気持ちで大食い動画見れないかも。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず日本の大食い YouTuber の、かすみ、ASMR さんの話をしよう。ASMR っていうくらいだから咀嚼音の動画がメインなのかしらね。大食いとその咀嚼音の ASMR で人気の YouTuber なんだぜ。現在はチャンネル登録者数は非公開になっているが、10万人以上とも言われている。サムネだけでお腹空いてきたわ。そんなかすみ、ASMR さんが昨年の9月末に投稿した、チーズトンカツを食べる動画が物議を醸したんだぜ。一体何があったの？いつもの動画のように手づかみでトンカツの食事シーンが始まったんだが、なんと途中で食べて咀嚼したものを吐き出すシーンが映ってしまっていたんだぜ。飲み込んでいなかったってこと？この噛んで吐き出すという行為はチューイングと呼ばれる。正直これを動画で見ているのはあまり気分のいいものではないわね。かすみ、ASMR さんは食べ方や食べっぷりも綺麗ということで評判だったから、余計に批判が殺到したんだぜ。ショックな気持ちになるのもわかるわ。もったいないとも思ってしまうし。その後かすみ、ASMR さんは各種 SNS と当該動画を削除し、何事もなかったかのように動画の更新を続けたんだぜ。ちなみに2021年10月現在は昨年の11月から更新はない。高評価や低評価数も非表示で、動画のコメント欄も閉鎖されている。実は、かすみ、ASMR さんの動画をよく見てみると、食べ物を咀嚼した後飲み込む前にカットが不自然に切れていることがよくあるんだぜ。つまり、いつも飲み込む前に吐き出して、それを編集でカットしていた可能性が高いってことね。そう、そしてチーズトンカツの動画の時に編集ミスが入ってしまったというわけなんだぜ。もう素直に見れない気がしてきた。そこまでして、という気持ちもあるが、それだけ大食いや咀嚼の動画は収益にもつながる人気ジャンルなんだぜ。そもそも食事動画といえば韓国がブームの先駆けで、モッパンという名前も耳にしたことがある人も多いと思う。聞いたことあるかも。韓国でも同様に食事動画は大変な人気だが、ステマ疑惑などで界隈が炎上したこともあった。国によっても事情が違うのかしら？様々な事情も含めて韓国の大食い動画業界の話をしよう。まずはこちらの女性、ムンボキさん。ムン、ボックビー、イートイズボキ、という大食いチャンネルを運営していて、その華奢な体型とは裏腹な豪快な食べっぷりで人気も凄まじく、2021年10月現在でチャンネル登録者数は672万人なんだぜ。すごい。確かに見た目だけではそんなにたくさん食べるようなイメージはないかも。昨年の夏頃、韓国では喫韓を、
いわゆる裏広告についての話題が YouTuber の中で大きく騒動になったんだぜ。日本ではいわゆる、ステルスマーケティング、ステマと言われているな。日本でもたまに謝罪動画を見かけたりするけど、韓国は日本よりも広告規制の基準が厳しく、ステマも一度発覚すれば日本とは比べ物にならないほど国民大激怒、犯罪者扱いをされることも多いんだぜ。一度炎上するとコメント欄には、騙された、もう YouTube には戻ってくるな、といったコメントも多く寄せられることになる。知らなかった。先ほどのムン、ボキさんも動画内で食べていたものがいくつか共産のものであり、ステマに関与していたことを認め、YouTube を開始して広告を表示するにあたり、正直に行動していない部分があった。申し訳ない。といった内容の謝罪文を出し、しばらくの間活動を休止していた。さらにこの騒動から飛び火して、実際には食べていないのでは?という疑惑も浮上し問題となったんだぜ。また吐き出しってことかしら?決定的な瞬間は映ってはいないので何とも言えないが、5秒ほどの間にフェードインアウトを経て、突然スープの中の麺がなくなっていたり、わずか1秒でボールの中の麺が突然消えたりといった編集もよくあるんだぜ。動画のテンポも考えればそこまでおかしくないような気もするけれど、もちろん編集の都合上で、ということもあるだろうが、ステマ騒動で完全に信用を失った状態であれば火のないところに煙が立つのも無理もない。ちなみに本人は実際にきちんと食べている、と疑惑は否定しているんだぜ。一時は20万人以上も登録者数が減った。うわぁ。他にも当時268万人の登録者数を抱えていた大食い YouTuber、ジュヤンさんも、ステマに関して謝罪動画を出し引退を宣言したんだぜ。引退騒動にまで発展するのね。現在は復帰はしているようなんだぜ。当時は誹謗中傷も多くストレスも引退宣言の一因となった。脱税に関する釈明も動画内にあったことから、そういった面でも多くの YouTuber に批判が殺到したと思われるんだぜ。金銭面全部に飛び火してるのね。ステマの騒動の前にも学生時代に素行が悪かったことについての暴露騒動など、いろいろ問題は抱えていたようなんだぜ。成功者には付き物ね。ちなみに早い段階でこのステマ騒動から復帰できた YouTuber の一人に、ヘムジーさんという人がいる。2021年10月現在チャンネル登録者数は791万人という大人気大食い YouTuber なんだぜ。ヘムジーさんもステマ騒動が問題になったのね。そう、と言ってもヘムジーさんは案件の場合には概要欄には記載していたんだぜ。ただ、もっと見る、以降にしか記載をしていなかったから、という理由で騒動のかなり早い段階で謝罪をしていた。そういった対応の早さであったり、数回にわたっての謝罪や一部収益の寄付といった対応を明らかにしたことで、他の YouTuber よりも早く、3週間で復帰を果たしたんだぜ。そのくらいしないと復帰も難しいほどなのね。こちらのドロシーさんも、ステマ騒動で謝罪することになった YouTuber の一人だ。2021年10月現在チャンネル登録者数は415万人を超えるんだぜ。かなり多くの YouTuber が謝罪することになったのね。一時、韓国の YouTube 急上昇は謝罪動画まみれだったそうだ。日本でも不祥事ラッシュの時はたまに見かけるわね。実はドロシーさんは騒動から復帰後、順調に動画を投稿していたものの、ここ最近の数ヶ月は動画の投稿をお休みしているんだぜ。その理由は健康上の問題。重度の貧血に加えて、健康そうな体型にもかかわらず高血圧で、一時300を超えるほどの危険な状態の時もあったんだぜ。300? それってもしかして大食いとも関係あるの?直接的な因果は明らかにはされていないが、普段から健康的とは言えない食生活を送っていることは大食い動画からもわかるし、特にドロシーさんはじゃらいものが大好きなこともあり、一般の人よりもかなり塩分の高い食生活になっていることは間違いない。当たり前だけど大食いの食生活が健康的なわけないものね。収益に対しての問題だけでなく、大食い動画ではこういったような健康問題への影響も危惧されているんだぜ。確かに、真似して食べてみたくなる人も多いと思うわ。2018年には韓国の政府が国家肥満管理総合対策として、もっぱんのガイドラインを作成して規制しようという試みもあった。国を巻き込むほどのことになっているのね。具体的には午後11時以降の暴飲暴食を誘導する放送の自制、高カロリー低栄養素のジャンクフードの広告時間制限などを、ポータルサイトと協力してインターネットコンテンツの規制に、といった内容で、国民からは反論も多く上がったんだぜ。確かに、飯テロ動画こんな時間に見ちゃったって絶望すると帰宅さんあるけど、わざわざ規制するほどでもないと思うわ。飯テロは罪。そもそもなんでそんな規制が検討されるほど韓国では食事の動画が人気なの?日本でもある程度食事というのは重要な文化の一つで、
それだけでグルメ番組といったコンテンツが成立する、ということは感覚でわかるんじゃないか。ただ、韓国ではそれ以上に食事というのはコミュニケーションにおいてとても大事で、お元気ですか?といった挨拶の代わりにご飯食べた?と聞くのが主流なほどなんだぜ。へえ、日本でいうところの今日は天気がいいですね、みたいな感じかしら。そうだな。そして韓国では基本的にご飯はみんなで食べるもの、という文化だったが、社会全体のライフスタイルの変化で一人暮らしの世帯が増え始めた。どうせご飯を食べるなら誰かと一緒に食べている気分を味わうために。といったような理由もあり、人気配信サイトであるアフリカ TV で2010年頃から徐々に食事動画であるモッパンの人気が出始めたんだぜ。こうした配信ではスーパーチャットのような形式でも収益もたくさん得られるということもあって、食べているだけで億万長者、という夢のような食料ってわけなんだ。一時期はアフリカ TV で配信されている動画のうち、10から15がモッパンだったということもあるんだぜ。そしてそれがコロナ禍ということもあって、世界中で人気のコンテンツになったっていうわけね。その通り。ただ文化が国際的になったことで起きた問題もある。どういうこと?こちらはソヨンさん。2021年10月現在チャンネル登録者数は671万人を抱える人気大食い YouTuber だが、昨年投稿したモッパン動画が世界的な批判を浴びることになったんだぜ。これは、タコ?そう、これが騒動の原因となったタコなんだぜ。現在この動画は非公開になっているが、ソヨンさんはタコを生きたまま食べる、いわゆる踊り食いの動画を投稿した。うわぁ、すごいインパクト。でもなぜ批判に?西洋の国の視聴者を中心に動物虐待という批判が上がったんだぜ。動物虐待?日本でも海産物の息づくりだったり、踊り食いの文化があるからあまり馴染みのない感覚かもしれないが、生きたまま調理をしたり、食事をする光景というのは西洋の人にとっては、相当ショッキングな映像と判断されたようなんだぜ。ただ、海外の YouTuber が残している動画を見ると、炎上するだろうな、というような雰囲気はある。確かに食事を楽しむ動画、というより食べ物で遊んでいるような、インパクトを狙っているだけであまり品がないようにも感じるわね。アジア圏で同じような文化があるけど、これは擁護できない。といったような批判もあったんだぜ。わかる気もするわ。コロナ禍の影響もあって世界的大ブームになった大食い動画だが、こうして冷静に見てみると、実に様々な問題があるんだぜ。今までは楽しく見てたけど、こんな騒動があるなんて知らなかったわ。食事、食べ物といったコンテンツは重要な文化の一つでもあるから、一歩間違えれば非常に問題になりやすいデリケートな話題でもあるんだぜ。キノコタケノコとか?その話は危険すぎる。食事は適度な量を楽しく、美味しく食べるのが一番ね。それが一番だな。狂っているやりすぎた企画の大食い YouTuber4000 をゆっくり解説。最近テレビで、とんでもない量のデカ盛りメニューに挑戦しているのをよく見るわね。デカ盛りメニューとかチャレンジメニューを取り上げた番組って人気だよな。うんうん、ものすごい量の料理をきれいに平らげる姿は見ていて気持ちがいいわ。さすがにこれは無理だろ。っていう量も食べてしまうから驚きだよな。テレビに出てくる大食いファイターもすごいが、YouTube にも、とんでもない大食いファイターがたくさんいるんだぜ。お、それは気になるわね。よし、じゃあ今回は、国内外問わず、チャレンジメニューばりに規格外なメニューを食らう、YouTuber を4人紹介していこう。一体どんなメニューに挑戦しているのか、楽しみになってきた。てなわけで、早速見ていくとするか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目に紹介するのは、自炊系大食い YouTuber の、タニアンさんだ。2023年2月の時点で、チャンネル登録者数が176万人の、人気 YouTuber だぜ。自炊系ってことは、自分で大食いメニューを作っているのかしら?そうなんだ、大食いメニューを作る過程までしっかりと動画にする YouTuber は、あまり多くはないかもしれないな。動画の前半は自炊パート、後半は大食いパートというように分かれた構成になっているんだ。二度楽しめるって感じでいいわね。しかもプロ級の腕前を持っているから、調理している姿を見るだけでも面白いんだよな。もともと調理のお仕事をされていたの?そうじゃないんだ、料理学校などに通ったわけでもなく、独学で腕前を上げていったそうだぜ。すごい、食べることへの情熱を感じるわね。以前は不動産会社の社員として働いていたタニアンさんだが、大食いで食べていきたいという思いが日に日に募り、会社を辞めて大食いタレントとして活動することを選んだんだ。
大食いタレントってことは、最初から YouTuber として始めたわけじゃなかったんだね。ああ、だが当時、男性大食いタレントは需要が少なかった。自分からも発信していきたいという思いで始めたのが、YouTube だったんだ。YouTube なら好きな時に動画を投稿できるもんね。最初は動画を投稿するも、再生数は伸び悩んでいたんだが、一気に知名度が上がることになったのが、巨大おにぎりかける2個、総重量 6.5 キロを食べるという企画の動画なんだ。でっか。パッと見ただけでは、おにぎりだとわからないくらい大きいわね。大きすぎてピンとこないかもしれないが、大きめのスイカ1玉がおよそ5キロだといえば、このおにぎりの大きさをわかってもらえるんじゃないかな。これを作るのも食べるのもすごいわ。この動画は2017年7月に公開されたんだが、2023年2月現在、再生数は驚異の660万回以上だぜ。すごい。でも、こんな大きなおにぎり作って食べきれるか心配だわ。タミヤンさんが作った2つのおにぎりは、1つで5合分の白米を使用している上に、塩豚カルビおにぎりには大量の豚バラ肉、半熟卵おにぎりには卵が6個に、自家製のチャーシューまで入っていたが、タミヤンさんは綺麗に完食したんだ。そっか。お米だけじゃなくて具もあったのを忘れてたわ。常人なら煮卵5個だけでお腹いっぱいでしょ。そうだよな、白米だけでなく、超ボリュームのある具材まで食べきり。さらにはお味噌汁と付け合わせの小鉢までしっかり食べていたからな。しかもタミヤンさんが、とっても美味しそうに食べているのが素晴らしいわね。苦しそうに食べたりしてるわけじゃないから、ずっと見続けられるわ。そうだな、そこがタミヤンさんが人気がある理由の一つかもしれないぜ。この動画のコメント欄には、タミヤンさんの料理は、とんでもない量でも全然食べられるぐらい美味しそう。料理うまくて美味しそうに食べるから見てるの楽しいと称賛が相次いだんだ。そうね、こんな大きなおにぎりを作るなんてやりすぎだよって思ったけど、美味しそうな上に全部綺麗に食べていて、この動画の再生数が伸びたのもよくわかるわ。タミヤンさんを一躍有名にしたのは、このおにぎりを食べる動画なんだが、他にもすごい企画はたくさんあるんだ。本マグロの頭や巨大イカをさばいたり、3キロ以上のイクラを乗せたイクラ丼を作ったり、豚バラブロック肉を12本使った、チャーシュー鍋というのもあったぜ。いやー本当にすごい。タミヤンさんのチャンネルのサムネイルを見ているだけで、なんだかもうワクワクしてきた。これから、どんなメニューを調理して食べてくれるのか楽しみな YouTuber だな。二人目に紹介するのは、韓国で人気の YouTuber、ソヨンさんだ。もともとはドラマなどで活躍する女優として有名だったんだが、2018年から、YouTuber としての活動も始めたんだ。綺麗な方だと思ったら、女優さんだったのね。女優さんから大食いの YouTuber になるっていうのは、なかなか珍しいかも。ソヨンさんが主に投稿しているのは、韓国では木板と呼ばれている大食い実況だぜ。木板、はもっぱん、とも言われるんだが、韓国語で、食べる放送という意味で、数年前からとても人気のコンテンツなんだ。YouTube だけじゃなくて、Instagram なんかでも食べる動画って大人気だものね。ああ、食事中の咀嚼音を聞かせる、ASMR も大人気なんだが、ソヨンさんの動画は、木板と ASMR を組み合わせたようなスタイルなんだ。人気が出る要素がたくさん詰まってるわね。この見た目で豪快に食べ物にかぶりつく姿が大人気のソヨンさんなんだが、2020年に投稿したある動画がきっかけで、炎上してしまったことがあるんだぜ。一体何をしてしまったの？ソヨンさんが批判されてしまったのは、動画内で、食べ物を生きたまま食べるという行為。まな板の上のイカに包丁を入れ、まだ動いている足に醤油をかけて食べたり、生きているタコをそのまま口に入れ噛みちぎったりしていたんだ。なかなかすごいことするわね。あ、でもこれって、日本でも食材を生きたまま食べたりすることもあるわよね。例えば、白魚の踊り食いとか。そうだな、さすがに巨大なタコの足にそのままかぶりつくということはしないだろうが。日本には踊り食いの文化があるから、ソヨンさんの動画も受け入れられる人が多いんじゃないだろうか。動画で見るとやっぱりインパクトが大きいけどね。韓国でも、手長ダコというタコの足をぶつ切りにして食べる。サンナクチ、という郷土料理があるから、生きたままのタコを食べることに衝撃を受ける人は、さほどいなかったのかもしれないな。だが、動画を見た海外の人たちからの反応は違ったものだった。
踊り食いの文化がない国の人たちからしたら、かなり驚きの映像だったんじゃないかな。そうなんだ、生きたまま食べることに対して。これは行き過ぎた行為、動画を削除すべきだ、という意見が多く寄せられ、炎上してしまったんだ。動物に対する残酷な行為であると、批判されることになったんだぜ。動画を撮るためにやりすぎたことをしているって思われちゃったのかもね。アメリカで多くのフォロワーがいる YouTuber が自身のサイトで取り上げたり、メディアがソヨンさんの動画を特集すると、さらに批判の意見が寄せられてしまったんだ。文化の違いだね。生きた動物の足をもぎって食べるシーンなど見たくない。最低限の品位は守るべき、など、辛辣なコメントが多く集まったそうだぜ。かなり大きな騒ぎになってしまったみたいだけど、動画が削除されることはなかったの？ああ、一部の人たちから動画を削除するように求める声があったんだが、YouTube 側は、動画の削除には値しないと返答したようだ。これはあくまで韓国の文化であって、動物に残酷な行為をしているということにはならなかったのね。たとえ文化であってもどうしても受け入れられないという人は、動画を見なければ良いという話でもあるんだが、ソヨンさんからすれば思わぬ炎上になってしまったかもしれないな。ここから紹介するのは、さらにやりすぎな人たちだ。3人目に紹介するのは、LA ビーストさん。2023年2月の時点で、チャンネル登録者数が281万人の人気者なんだが、彼はとんでもないものを食べることで有名なんだ。とんでもないもの？彼は、ある日自分が 3.8 リットルもの牛乳を一気に飲み干してしまったことをきっかけに、フードファイターとしての道を歩み始めたそうなんだが、ありとあらゆるものの大食いに挑戦していたら、だんだんネタ切れになってきてしまったんだ。そんなに食べ尽くしちゃうことあるんだ。それで彼は、普通の人なら絶対に食べないであろうメニューに手をつけ始めたんだ。例えば、殻付きの卵を60個や、ピーナッツバター60瓶とかな。これは、美味しそうに見せていた大食い動画とは全く違ったジャンルの大食いね。特に話題になった動画を上げていくと、タバスコの一気飲みがあるぜ。用意された量は驚きの1ガロンで、これは4リットル弱になるんだ。タバスコ4リットルって、もはや食べ物ではないけど、よくこんなことしようと思ったよね。ああ、本当に信じられないよな。タバスコがたっぷりと入った巨大な瓶にそのまま口をつけて、タバスコをガブ飲み。彼は顔を真っ赤にしながら、これ、思っていたよりハードだ。胃が焼けそうだよ、と苦しんでいたんだ。いやもうどう考えても体に悪すぎる。結局最後まで飲むことができずにギブアップしていたんだが、瓶の半分ほどまでは飲み干したようだぜ。辛いものといえば、LA ビーストさんは、激辛唐辛子のブートジョロキアをも、大量に食べているんだぜ。あれって、触るだけでも危険って言われてなかったっけ？そうだな、よくテレビで出てくる激辛料理でよく使われているやつだな。彼はあのブートジョロキアを、たった2分間で13個も食べたんだぜ。これ普通の食べ物だったら、量としては少ないんだろうけど、あのとんでもない辛さの唐辛子を13個もって考えると恐ろしいわね。ブートジョロキアの大食いコンテストというのは世界で開催されているんだが、参加者の中には、食道に 2.5 センチもの穴が開いて、入院を余儀なくされた人もいるんだぜ。怖すぎるって。LA ビーストさんはプロのフードファイターだから、日頃から大食いで鍛えられた体のおかげでこのチャレンジに成功し、ギネス記録に認定されたこともあるんだが、皆は真似しないでくれよな。4人目に紹介するのは、ニコカドアボカドさんだ。彼も大人気の YouTuber なんだが、大食いを始めてからというもの。どんどん姿が変わっていく様子を見た視聴者から、心配の声が続出しているんだぜ。動画を投稿し始めた頃と今では、全然違う見た目になったの？ああ、驚きのビフォーアフターを見てくれ。ひえ、お腹が飛び出た姿にもびっくりだけど、もともとはこんなに細かったんだね。彼は元ビーガンで、体型は細身。その頃から YouTube に動画投稿をしていたものの、内容はビーガン生活を紹介するものだったり、バイオリンを弾く動画だったんだ。だが、低血糖などを理由にしてビーガン生活をやめた後、突如大食いチャレンジを始めたんだぜ。なんだろう、今まで食事を制限していた反動が来ちゃったりしたのかな。いきなりの路線変更に、視聴者は驚いただろうな。大食い動画を投稿し始めてから約5年後、彼の体重は70キロから150キロにまで増量。まるで別人のようになってしまったんだぜ。
これはかなり健康にも良くなさそうだわ。大量のインスタント麺を一気に食べたり、ハンバーガーやピザ、スナック菓子など、とにかく体に悪そうなものを食べているんだ。適量なら問題ないものだけど、山ほど食べるのは危険よ。動画を見たとある臨床心理学者は、過食症の可能性もあると警鐘を鳴らしていたぜ。どんどん太っていく姿を見て、病的だなと思う人は多そうね。実際にニコカドアボカドさんは、ステロイドや痛み止めの薬を服用していて、体に何らかの影響が出ていることは明らかだな。くしゃみをしただけで、肋骨が3本折れるという大怪我をしてしまったこともあるそうだぜ。くしゃみで骨折？これはもう大食い YouTuber としての活動はやめた方がいいんじゃないかな。おそらく、急激に体重が増えたことが原因だからな。まだ動画は更新されているの？2023年2月の時点で、まだ投稿は続いているぜ。再生回数もかなり多いから、たくさんの人からの関心があるということがわかるが、このまま大食い動画を投稿し続けるようでは、心配の声も大きくなっていくだろうな。大変なことになる前に、体のために一旦休んだ方がいいのでは。彼はこれからも食べ続けていくつもりなのかしら。それにしても、大食い YouTuber といってもいろいろな人がいるのね。常人から見ればやりすぎた企画であっても、大食いの動画を何本も投稿する彼らからすれば、そこまで大したことではないのかもな。いやー、すごすぎる。でも私はやっぱり、どんなチャレンジでも食べ物を無駄にしないで食べきる人に好印象を受けるわね。そうだな霊夢。ただ、たくさん食べると本当に危険な食べ物や、ありえないほどの量を食べることは、普通の食生活を送っている人は絶対に真似しない方がいいぜ。さっき話したブートジョロキアの大食いした人みたいに、病院送りになる可能性だってあるわけだし。それに、食べ物を喉に詰まらせたりする危険などもある。軽い気持ちで挑戦してしまうと、後悔することになるぜ。ほんとほんと、みんなは絶対に真似しないでね。胃の形は人によって様々で、かなり大きく膨らむ人もいるんだ。それか、胃を広げる訓練をした人などでない限り、安易な気持ちで大食いするもんじゃないな。私は大食い YouTuber の方たちの動画を楽しむだけにさせていただくわ。てなわけで今回は、この辺でお開きにしよう。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。